こんにちは。こんにちは。今回はですね、スペアリブの煮込みを作りたいと思います。はい。ということで今回使うのはこちらを使います。おお。ビールで煮込みます。なんかクラフトビールで煮込むと美味しいらしい。うん、まあ普通肉に合うビール。そうそうそう、だからやっていきまーす。はーい。まずニンニクを切りまーす。スペアリブも俺結構家で買って食べまーす。そんなに食べますね。一人で食べまーす。結構作ってるのかな。ニンニクぐらいね。結構ある。これ一瞬やん。で、じゃん。で、火にじゃないか、フライパンに火を始めさせて、油を少し、ニンニクを炒めていきます。いい香り。田中さんにかましてやろう、結局。で、圧力鍋で今回やります。はい。で、染みやすいように。チクチクしておきます。チクチクチク。あ、豚スペアリブです、今日は。はい。スペアリブ、どういう意味？スペア、スペアって呼び、そうそうよね、呼びリブ。焼きのスペアリブとかだったらなんか前の日から漬け込んどくと、うん、美味しいらしいですね、うん、ちょっと塩コショウを表面にパラパラと。鼻のムズムズするよ。花粉症やね。今飛んでませんよ。麦花粉症。何麦？まだ稲買ってなくない？麦のおあれが飛び降りきよるよ。ほら。焼きまーす。はい。表面を焼いていきまーす。よかった、私は花粉症にならない。もうすぐよ。あと5年かな。4年かな。そのまま3ならんと思っちゃうでしょ。もう言ったよ、それは。花粉症の人を見て何それって。何それ。花粉症って何って思ってる。バカにしとった。バカにはしてない。いや、してたんだよ。ない。そういう大変そうやなってことや。そういうところ心のどっかで思ってたんだよ。思ってない。はい、はい。それではちょっと表面が焼けたので、まず水、水使おうめ。お、水からビール使おう。お、濃いめにね。シャギン。で、入れまーす。はい。ちょ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 。あ、残ったな。ちょっと残しとこう。残っちゃった。食べちゃった。で、赤ワインも入れようかな。はい。えらひもしようか。ジャック。かわいい。少し。お背を湯、そして砂糖の代わりに今回蜂蜜を使います。はい。蜂蜜、蜂蜜、蜂蜜、どろり、ちょっと甘め、どろり、そしてみりん、そして隠し味のオスター。圧力鍋に入れていきまーす。汁をドーン。アラカビール。アラカビール入り。この時点で味見したの。まずいやろ。絶対まずいよね。複雑な味。これめっちゃうまくなるよ、多分。うん。いや、これめっちゃうまくなるよ、多分。味、ほら、いや、あのビールの苦味がちょっとある、うん、で、甘みもあると、うん、いや、まあ、すごい、これ、ちょっと唐辛子を、うん、そしたら、はい、いつもの通り、はい、圧力をかけてペコって出るまでで、圧が抜けるまで待ちます。はい、はい、じゃあこれがピッて上がるまで、はい、というか下がるまで待ちます、うん、はい、はい、はい、圧力終わりました、はい、ピンが下がりました。開けてみよう。わー、こんな感じで、ここからちょっと
飛ばしていきます、水分を。はい、うん、煮詰める。煮詰めます。煮詰め合う。おひろみこ小さいのライブ少々待ちよ少々待ちよ。はい、花形飛ばし終わりました。こんな感じです。しみしみやね。見てこの色。おお、ほんとだ、すげえ。すっごい短時間でそんなに。マジだよね。ね、本当に短時間よね。完全にあれじゃん、ラフテーじゃん。ラフテーや。確認、うん、で、これを汁をかけましょうかね。はい、完成でーす。スペアリブのアラカビールに、はい、食べていきます。さあ、どんなもんですかね。いただきます。しみしみ、うん、うん、いい香り。いただきます。いろいろスペアリブ作ってきたけど、うん、一番かもしれない。マジでマジで、うん、あ、でね、うん、ちょっと苦みあるよ。あー、ビールのね。うんうん、まっ、OK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 、 ちょっと、じゃあこれね。あ、うまっ。じゃあこの柔らかそうなところをいただきます。あ、うまい。うまい。うまいね。うまい。上手やん。めっちゃうまい。めっちゃうまいね。水入れてないもんね、今回。だからもう水はビール。うまいね。うまい。もう一日置くと味がしっかりしみて美味しいかも。出来たてでこんだけ美味しいなら、ね、俺もめっちゃ好きよ、この。美味しい。ちょっと苦味ありますよね、うんうん、本当にね。うまい。いやー、クラフトビールでお肉煮込んだら料理も合いますね。あれか、アウトドア。うん、だからキャンプとかでこうちょっと飲みながらこう作ってる料理、うんうん、ビール入れてもいい料理にジャッて入れても、うん、多分美味しいと思うから、うんうん、ぜひやってみてください。はい、はい、スペアリブのアラカアウトドアビール2でした。ありがとうございました。ありがとうございました。うまっ。うん、ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちらね。はいし、はい。